こんにちは、都屋工房の野村雅人です。今日はコッパルという会社の漢字機の履き方を説明したいと思います。車のタイヤチェーンと一緒で現地へ行って説明書を開いて履き方を確認しているようでは大変ですので、事前にシーズンの初めには履き方を練習しておきましょう。まずこれがコンパルの漢字機なんですが、右左はこうですね。この2つになってる方が、重なってる方が外側ですね、のようです。はい、それではまず左側か右から入っていきたいと思います。まずつま先を入れて、ここ調整します。寒い時ですから手袋があったらいいですね。ちょっと持ってきます。まず左側からいきます。つま先を入れて調節をしてやって、で後ろのゴムを前に交差させるようにして持ってきます。でこのとんがってる方を外側にって書いてあります。続いて左足ですね。これも足が前で、つま先入れてやって、つま先を入れてやって、後ろから前に持ってきています。こんな感じですね。今は雪がないですから、寒くないですからできますが、雪の中でやるのは大変だと思います。しっかり練習しておきたいと思います。それでは実際に履いてみたいと思います。まずつま先を入れて、でこれをクロスさせて、外の方に、これをクロスさせて、
ちょっと緩い。緩いですね。ちょっと混ぜましょう。こっちのゴムは新品なので。もうちょっと短くしてやると。ゴムを下からこういった感じね。なかなかいいね。じゃあ、いただきます。じゃあ、右足の方入ります。つま先を入れて、つま先を入れて、後ろからこいつをクロスさせて、外側に向けて、ちょっと歩いてみたいと思います。なんとか履けるようになりました。それでは断食を履いてみたいと思います。よっこいしょ。まず前、右左、この二重になってるところが外側です。二重になってるところが外側。このゴムがある方が後ろです。まず、つま先を入れて、次こっちですね。輪っかを入れて、雪国漢字機ワンタッチ式、特徴、特性、伸縮ゴムのワンタッチ式で装着が簡単。
雪雪踏み除雪作業等に、ロープは大きい長靴にも使える、たっぷりサイズ、はい、よいしょよいしょ、輪っかがない、取れちゃった取れちゃった、よかったですね、はい、じゃあ脱いでいきます。これを外して、これを外して、はい、これを外して、はい、